マフムードシャー一世は、インド、マールワースルターンアサの君主。即位前は、マフムードハーンハルジーと言った。彼は、王朝の中で最も強力な君主であり、争いに生きた君主でもあった。1436年、最小であったマフムードハーンハルジーは、君主ムハンマドシャーを独殺し、王座を奪った。ここに、ゴールアサに代わるハルジー朝が成立した。 マフムードシャーはその地勢、グジャラーとするターンアサ、デカン地方のバンフマニーアサ、オリッサのガジャパティアサ、ゴンドワナといったヒンドゥーショーをアサと争った。また、彼はデリーするターンアサの内政にも関与し、数名の貴族とも連絡を取り合い、彼らはデリーを制圧するように要請した。マフムードシャーは、南部ラージュプーターナーを制圧することに力を入れ、 メ和ワール王国と激しく争った。メ和ワール王クンバーは、マフムードシャーと敵対する人物を起こし、マールアーの君主にこの人物をつけようとした。これに対して、マフムードシャーは、クンバーのにモーカルに保護を与え、しきりに内部の反乱を起こそうとした。ある時、マフムードシャーの軍勢は、アジュメールにまで進撃し、そこに、地方長官を任命したが、これは追い返された。 また、マフムードシャーは、フーシャングシャーからの宗教的優和策を捨て、名ワールオークンバーやヒンドゥ諸国との戦いの間、ヒンドゥー人を多く破壊した。ただし、これらの行動の多くは戦争中に行われたことで、あって、ヒンドゥ教の全面的な破壊政策の一部と取ることはできない。1469年、マフムードシャーは死亡し、息子のナーシルティーンシャーが王位を継承した。 ありがとうございます。